様々に、私ども公明党の原子力東海大に発生所の関します考え方をご説明をさせていただきたいと思います。私ども公明党は衆議院のマニフェストで原発ゼロを目指すことを皆様にお約束をさせていただきました。近い将来、原子力発電に代わる例えば太陽光であったり、例えば天然ガスであったり、例えば水力、火力、さらには水素エネルギー、こういった自然に優しいエネルギーを持って原発に頼っていた日本のエネルギー構造を変えていきたい。これが私ども公明党の皆様へのお約束でございます。繰り返します。公明党は原発ゼロを目指します。したがって東海第二発電所に関しましても、私ども公明党県議会といたしましては、その再稼働には反対でございます。東海第二発電所、この11月に稼働から37年目を迎えます。東海村に原子の火が灯り、まさに日本のエネルギーの先駆けとして、この茨城県は、東海村は原子力、その産声を上げた日でございます。しかし、それからすでに37年が経ち、原子力発電所には40年ルールというのがあります。稼働してから40年経った原子炉は、原則そこで使命を終え廃炉とする、この40年ルールを私ども公明党はしっかりと守るべきだと考えています。したがって東海第二発電所は動かせても最大あと3年間でございます。これから約700億円から800億円のお金をかけて改修をして、日本原電はもう一度東海第二発電所を再稼働させてほしいというふうに今地元の皆様にお声かけをしているようでございますが、果たして700億円800億円という大変なお金を投入して1年とか2年だけ動かすことに採算性があるのか、経済性があるのか、それがまず疑問の1点目でございます。さらに2点目は、安全だと言ったあの福島の原発が事故が起こしたわけでございます。同じ形の原子炉が二度と事故を起こさないという確証は誰にもありません。やはり事故の可能性のある原発はそのまま閉めることが私は得策であると考えています。そして3点目、これが一番大事だと思っておりますが、今一昔前までは原発があるからこの地域には人が集まりました。原子力発電所に働く人がいるから人が集まりました。原子力発電所があるから国からさまざまな税金、これが交付税としてもらえて地域が潤いました。しかし今東海村はこうした交付金や交付税や税金がなくても立派にやっていけるだけの基礎が整いました。現に今東海村ひたちなか港はひたちなか市だと思っている方がたくさんいらっしゃるかと思いますけれども、あの半分は東海村でございます。あそこには今現在東海第二原発と同じ大きさの火力発電所がもう動いています。100万キロワットの発電所がすでに動いているんです。ということはそれだけの税金がその火力発電所から交付金が東海村には支払われています。ということを考えればもう原発に頼るそういう町の行政、村の行政から卒業するそういう時が来たのではないかと考えています。こういうことを総合的に考えて、私ども公明党県議会といたしましては、東海第二発電所は閉めるべきだ、廃炉にすべきだというふうに明確に申し上げたいと思います。しかし一つ大きな課題があります。そこに現に働く日本原電の社員の方をはじめとする数千人の働いている方の雇用をどうするかということです。それにまつわる
協力会社の方、下請け会社の方、また飲食店の方、たくさんの方が東海第二原発と共に生活をしています。その方々の生活をどうするか、実はここをしっかりと考えなくてはいけない。東海第二発電所を閉めるとすると、仮に閉めると仮定をすると、全部で3つある日本原電の原子力発電所、全部3基とも動かないということになります。日本原電は原子力発電だけで商売をしている会社でございますから、当然仕事がなくなってしまいます。であるならば、この会社、電力会社9社が出資している原子力発電専用の会社でございますので、これをどうするか、これは国の責任で決めなくてはいけません。世界でも超一流の廃炉の技術を持っている日本原電でございます。そういう意味では、世界の原子力発電をリードしてきた東海村の技術を、これから世界の原子力発電を廃炉にするための技術で世界に貢献をする、こういう180度違った方向性をつけなくてはいけない。これが私は日本原電東海村の生き残りの道だと思っています。そういった意味では、発想を変えて新しい思いでこの日立市南部の町づくりを始めたいと思います。東海第二原発の再稼働についてでございます。これは県議会においても様々な角度から検討されておりますけれども、私たち公明党は原発に頼らないエネルギー政策実現、これを一生懸命やらなければならないというふうに思っております。そして近い将来、原発ゼロを目指すというのが私どもの考えでございます。作られてから40年経った原発は廃止をしていく、そういう基本姿勢に立って、将来的には原発がゼロになる社会を目指していきたい、このように考えております。そのような意味で、この私ども茨城県内にあります東海第二原発、作られて30年以上が経過をし、劣化が認められるようになっております。この再稼働をしたとしても、あと数年間という状況の中、再稼働をせずに廃止にすべきである、このような思いでおります。東海第二原発の再稼働には 反対でございます。このことを今日は明確にお話をさせていただきたいと思います。